バンバンザイ、石だけです。はい、ということでですね、まあ今回は検証なんですけどもね、まあね、僕にはね、親友のね、みゆちゃんっていう可愛らしい子がいるんですけども、今回はその子にある検証をしたいと思います。そんなもん、みゆに結婚申し込んでみたー、イエーイ。はい、ということで、まあね、みゆに本気でこの婚約届をお願いします。もうね、全部自分の分は書いてお願いします。結婚してくださいと、もう早いうち僕はしたいと、それをねお願いしたら、みゆはね結婚してくれるのかっていう検証ですね。まあ多分今までのドッキリの流れ的に結婚はしてくれますね、多分。はい、あんま失敗したことないんで、まあね、今回で僕たち結婚する可能性があるんで、皆さんお楽しみにしといてください。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、まあとりあえずね、夫になる人、まあ僕ですね、の名前を書きたいと思います。皆さん、勝手に僕がこういう婚約ドッキリをして気持ち悪いって思ってませんか？全然気持ち悪いんですよ。はい、ということで、まあね、みゆがハンコを押してくれるか押してくれないかというだけですね。はい、それではみゆを待っていきたいと思います。みゆー、みゆー、すげえ、今聞いて、みゆーって呼んでたじゃん、携帯でもみゆーってなんか打った。マジで一番痛いんだけど。俺喉痛い。熱が出た。喉が痛い。あなたの風に全然でデンデデン狙い撃ち。いや、なんだか落ち着かないんだけど、なんだこれ、なんだこれ。今日からみゆ、今日からジム行きます。どうせ三日坊主だから。でもね、絶対にやるの。なんでよ。はい、私は誰、ここはどこ。いなくなった。じゃあなんで呼んだの。あれ、普通にバンバンザイの写真を、昔の前の写真を見てたっけ、うん、うわ、なんか変わったなと思って、いろいろあったなと思って、うん、で、そろそろじゃない。何が。もう YouTube も結構流れきてるから。3人でどっか行きたい。いや、そっち。え、そっちじゃなくない。3人じゃないことあるでしょ。違う違う、それはいつでもできる。もういつでもできないこと。いやだ、絶対ビリビリペンでしょ。違う、いやだ、見て。え、絶対嘘だよ、貸してみて。これはボールペンなんで何してんすか。マジでしばくぞ。で、ことでそろそろじゃないかなっていうね。マジでさ、やめて、それなんか意味わかんないこと言うの。普通にさ、そういう時期じゃない。なんなの。え、やだ、そういう誓約書やだ。誓約書じゃない。あ、待って待って待って、ちへーって。そう、え、今出た、今スピコンっつった。言ってない。スピコンっつった。言ってる。それ今のはこっち。本当にそろそろじゃないっていう、そういう慣れとかもあるから。ちょ、まずボールペン持て。夢の第一歩だぞ俺らの。有名な、もしかしてこれって魔法が使えるやつですか。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、みゆちゃんがあっこになーれ。ほら、えがー、はい、はい、あの頃は、はぁ、あ、何、普通にそろそろかなと思って、ハンコだけ、ハンコだけでいいから押してほしい。バカか。ハンコだけでいいから押してほしい。やだ。なんで。婚姻届、いやだ。え、今更。何今更ってどういうこと。マジで意味が分かんない。普通にもうそろ、やだ、ハンコ押すだけでいい、正直。え、何それ、当たり前のことに言うの。なんで。普通に結婚しよう。プロポーズ、まさかのビジネスカップル卒業すか。うん、嫌です。目を覚ませ、目を覚ませ。早く結婚しないと、早く結婚しないと、早くしよう。いや、なんでこんなに頑張ったのに。もういいって、ちょっと本当に。てかめっちゃお腹痛いんだけども。なんでですか。ブリブリザイモンだから。いって、
ということでですね、今ミウが多分トイレにいるんですけども、このまま続けるとドッキリだとも感づかれるし、絶対にしてくれないんですよこのまま行ったらね。なんでちょっと作戦変更で、ルナへのドッキリで使うかもしれないから書いてっていう感じでお願いしてみて、まあ、それでね書いたところをまあねネタ話したいと思います。また待ちます。シュ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 ッキリ、シュ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 ッキリ、シュ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 ッキリパラダイス。え、てかさ、何？普通にだよこれは。重く考えないでほしいんだけどさ、うん、ルナにさドッキリ仕掛けられる感じでさ、あのもしか結婚ドッキリみたいなのあるとするじゃん、うん、その時のために買いとかね。え、なんか案としてはいいけどさ、うん、さっきさ、うん、結婚しねとか言ったじゃん、うん、だからそれ書いたっけさ、うん、出されたら嫌だ。え、でも出す時ってあれじゃない？2人で行かないとダメじゃん。あ、そうなの？知らん、多分そう。え、だから普通にルナへのドッキリで書いちゃわないっていう。あー、1回いいよ。じゃあここだけ書いて。いいん？いい、いらないでしょ。え、あ、じゃあ、じゃあ住所だけ。住所と何？本籍？うん、オッケー、いいんじゃない？これじゃあ、okay？ ルナにやればいいんじゃない？オッケー、ルナにやろう。イエーイ、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 はい、結婚しました。いや、何枚払ったっけわ、なんなん、ほんとにいつ見てもいいですね。はい、結婚しました、僕たち。してないです。何？したんですよね、はい。ドッキリなのね。はい、まあドッキリっていうか、検証ですね。結婚してくれるかっていうの。でも、これ俺出しちゃえば結婚なんで。見せて。これでもう使えません。はい、私の服の中に入れます。てめえ。いや、お前。イエーイ！ガチでやられると思わなかった。これで結婚を阻止しました。一回返してくんね、それ。やだ。なんでそういうことすんの？せっかく俺一生懸命書いてたじゃん住所とか。だって出されたら嫌だもん。出さないって。出すじゃん。さすがにそしたら俺犯罪者じゃん。もう犯罪者じゃん、顔が嘘だよ、顔はかっこいいよ。ありがとうまあまあね、破られちゃったんですけども、うん、でも俺らさ、まあ、最近ビジネスカップルとして伸びてきてるじゃん。確かに、うん、ちょっとさ、そこは遊び感覚っちゃあれだけど、あの高評価がさ10万いいねいったらさ、うん、結婚しちゃわない？いいよ、行くわけないから。それはいいよ。でも10万いいねいったら本当にする羽目になるんだよそれは。うん、いいよ。普通にじゃあ高評価が10万いいねいったら結婚しよう、期限3日で。分かった。 OK、うん、ということです。まだ僕にもね、結婚するチャンスが生まれましたしかし、ここで一番複雑なことが僕は分かってしまいました。何？俺もそんな結婚したくないなんでか振られてんの、みゆ。なんか俺このドッキリに熱を込めすぎて、俺めちゃくちゃ結婚したいってなってたけど、うん、え、我に返っちゃった今。照れるんじゃないよ。ごめんな。でもまあな、10万高評価いったらまあ結婚するんで大丈夫ですか？分かった。期限3日で。はーい。はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。